はい、山田でございます。メンズエステの店長でございます。山田のこだわりということでね、動画を連チャンして出す挑戦をしております。今日はね、面接時に持ってくるものとして履歴書を持ってきていただいてるんですよね。で、ゲーってえーっていう感じですか。履歴書を持ってきていただくのが、決まりとなっております。めんどくさいでしょ。で、この話をね、都会の経営者さんにしたら、そんな履歴書持ってこいなんていう店は化石ですかみたいな そんな時代遅れなことしてたらセラピストさん集まんないですよ、都会ではっておっしゃられました。そうかもしれない。それで、おそらく一理あって事実だと思うので、だから必ずしも履歴書を持ってきていただくように運営した方がいいですよっていう話ではないです。ただ僕は、持ってきていただくことにしております。なぜなら、面接に至る段階でちょっと言い方悪いんですけれども、ふるいにかけてるんですよね。で、僕の採用基準というのは常識的かどうかなんです。で、個性もあったりとか、ちょっと逸脱しててもなんか魅力があるようなパターンとかもあるし、その辺はもちろん柔軟に面接採用させてはいただきますけれども、基本的には常識的かどうかが唯一の採用基準です。容姿は特段、基準はない。健康的であれば OK です。で、例えばだから履歴書持ってきてくださいねって言うじゃないですか。簡単でいいですからっていつも言うんですよね。簡単で構いませんので履歴書のご用意をお願いいたします。あと、本人確認資料を持ってきていただくんですけど、免許とかね。で、履歴書必要なんですか、じゃあ辞退しますっていう方結構います。じゃあちょっと検討しますとかね、あ、履歴書必要なんですね、わかりました、また連絡しますみたいな方すごく、結構いますね。で、それはそれで OK なんですよ。よかったって感じ。その方、って言った方が悪い方とは限らないんですけれども、確率的には別にそんなに働きたくないのかなみたいな、うちじゃなくてもいいのかなみたいな、いう感じもするし、また本当に働きたいと思ってもめんどくさいから持ってこないっていうのもちょっと微妙じゃないですか。でも、それで辞退した方っていうのは比較的全然嫌な感じしないですね、僕の中では。あ、履歴書必要なんですね、じゃあ結構ですって言ったら、あ、そうですか、じゃあまた機会ございましたらぜひお問い合わせくださいませっていうことで終われるしね。で、それを伝えて面接が決まるじゃないですか。で、当日持ってきてない方っていうのがいるんですね。で、履歴書持ってきてくださいね、簡単でいいですからねって言って持ってきてない、場合っていうのは、不採用なんです。不採用、お店が要は働きたいと思うお店のルールに従えなかった。これから仲間になるわけじゃないですか。その仲間に対して、そのルールに従えなかったっていうのは、やっぱりね、人柄が出ますよね。常識的かどうかが出ます。忘れちゃったって言えば通るかなとかね、なんかめんどくさいからいっかなみたいなのっていうのはその人の性格、性質なんですよね。で、それで採用してデビューしてもちろん大活躍する方も中にはいるかもしれませんけれども、そういう性質の方っていうのは、例えば内緒で抜き合っちゃったり、お店のお金盗んじゃったり、備品類取っちゃったり、時短を勝手にやっちゃったりとかね、そういう可能性が高くなってくるじゃないですか。それは自分の判断でルールは理解してるのに変なことをしてしまうっていう、自分のいいようにやってしまうっていう、そこでね、ふるいにかけられるんですよね。だから履歴書の中身を拝見させてはいただきますけど、持ってくる持ってこないっていうのがやっぱりふるいにかけられる部分なんですよね。だからね、結構うちってなんか素直な、他のお店知らないからわからないですけど、素直なセラピストさんが多いんですよね。それっていうのはそこでやっぱりだいぶふるいにかけてる。だからね、容姿がすごくいいとかね、バリバリのメンズエステのセラピストさんで、おそらくそこそこ人気あったんじゃないかなと思うような方が面接に来たとしても、履歴書持ってきてくださいねってすごいですけど言ってたとしたら、それを持ってきてなかったとしたら不採用です、それは。やっぱりね、この先不安ですからね、ルール守れないのかもしれない、自分のいいようにやっちゃうかもしれない、さっきも言いましたね。そこでね、ふるいにかけてるっていうのがこだわりですね。面接までに至るそのやり取りの経緯で何回もそのチェックポイントがあるわけですよね。で、一つでは判断しないですけれども、例えばですけど深夜0時以降に連絡してくるっていうのもちょっといまいちですよね。
面接の問い合わせ普通日中帯にかけるじゃん、常識的にはわかんないけど。だからといって活躍しなかった、活躍したセラピストさんもいたから一概には言えないけど、確率的にはちょっと常識的じゃないよね。寝て起きて、朝または午後、夜の仕事してるなら午後でもいいわけじゃないですか。午後起きて電話してくるなり LINE してくればいいじゃないですか。まあ LINE は別にいいけどね、深夜入れといてもらっても、うん、とか、それだけで不採用にはしないですけど、そういういろんなチェックポイントで最後に会ってお話した感じで、採用か不採用かっていうのを、決めさせていただいており、ポイントとしては常識的かどうか、そこを見てます。で、大きいポイントが履歴書かな。履歴書持ってくるか来ないか。だから大概の人は持ってくるわけじゃないですか、店が言ってるんだから、働きたい店はね。だからそれで大体10人に2人ぐらいは、3人ぐらいかな、最近は不採用になってますね。履歴書忘れちゃってとか、家にあってとかね、うん、いろんなパターン、いろんな言い訳を言いますけどね。あとはなんか自分の内部事情を、知られたくないっていうのもありますね。でそれは今まで働いてた面接店とか、またはそれに準じるお店で、店長さんとかオーナーさんに嫌な思いさせられたっていう経験もあるかもしれないから、一概には言えないけど、僕の場合はもう YouTube で完全にオープンにしてるし、まあ YouTube 見てくださってない方もたくさんいるのでね、もちろん、うん、その辺は配慮はします、うん、結構その慎重、自分のことをオープンしたくない、過去に嫌な思いあったかなとかね、うん、だけど、あ、この間、じゃあこの間の話して終わりますか。この間ね、面接のメールが来て、でやり取りしてて、でリスケに2回ぐらいなったんですよ。で急にリスケっていうのは面接日に都合が悪くなって、あ、これもマイナスポイントですよ。面接日にリスケになるっていうのは大概不採用になるケースです。で微妙だなと思っててね、でもそれでもまた言ってくださるから、あ、じゃあ会いましょうと、基本ウェルカムですから、全員の方にはお会いしますから。で、うん、会ったらやっぱ当日もなんか来なかったんですよ。で10分15分でそろそろもう帰ろうかなって、このサロンで面接予定だったんでね、セラピストさんも来ちゃうし、じゃあそろそろ出るからやっぱ来なかったなと思って、出ようとしたら、今着きました、まだ車なんですけど、車どこ止めたらいいんでしょうかみたいなのが来たんですよね。ああそうかって、15分遅れててまだ車で止めてないんだねっていう心の中で思いながら、でごめんなさい、ちょっとサロンも使うので、じゃあロイホでやりましょうって、ロイホで面接しましょうということにしたんですよ。会ったらどんな子だったと思いますか？もう可愛らしくてね、おっとりしててね、メンズエステも東京で経験しててね、まあまあ人気出そうなタイプですよ。人気出るか出ないかって意外とデビューしてみないとわからない部分があってね、会った瞬間とかに判断する機会はないんですけど、僕は断ろうとして、もうだいぶ不採用率が高い、不採用レベルが高い段階で、面接がリスケになるとか、面接日当日も遅れてくるとかで、だいぶ不採用になりそうじゃないですか。そういう気持ちで来てるから、おお、なんか可愛らしい子来たなみたいな。しかもなんかにこやかでおっとりしてて、全然悪気なさそうに、あ、今日はよろしくお願いいたしますみたいな方だったんですよ。でロイホで話してね、でもやっぱり、でじゃあ履歴書よろしいでしょうかって言ったら、やっぱり履歴書持ってきてなかったわけ、うん、でもうこれはもう僕の中では不採用なので、話聞いてね、あ、でも一応は良さを探るわけですよ。いいとこないかなとか、なんかググッと引き寄せられる何かはないかな、そしたら履歴書が持ってきてないところは目をつぶろうかなとか思ってるわけだけど、話してるうちに、あ、やっぱ違うなと思って、不採用って言う前にね、今新しいお店もできてるから、活躍できるかもしれないですし、うちだけじゃなくて、どうぞご覧になってからまたお問い合わせしてくれたら大丈夫なのでみたいな、うん、僕は面接でもネガティブなことっていうか、うちのマイナス面とかも言うんですけれども、
それをちょっと強調してね、うちはこんな感じで結構お客様にも厳しいし、セラピストさんにもルールは守っていただくような、だいぶ厳しいお店なので、他のちょっと緩そうなお店とかも最近オープンしてるので行ってみたらどうですかみたいな、いうことで別れて、で、分かりました、じゃあそっちもちょっと行ってみますって言って普通にニコニコに帰っていったんですけど、結局連絡なかったんですけど、あのうちでどうしてもやりたいですって言っても不採用でしたな、人気は出たと思うけど、なんで人気が出てる感じの方でも不採用にするかっていうと、常識的じゃないからなんですよ。多分容姿めちゃくちゃいいで、雰囲気もいい、優しそう、おっとりしてる、ね、にこやか、外見的な要素は20万じゃないですか。でも常識的じゃないんですよ、中身がね。そしたらやっぱり、トラブルが起きるなり、何かそういう不祥事というかね、不祥事っていうか運営がしにくいことが起きるっていうのが経験上あるので、不採用にしたという小話でした。ということで、履歴書は必ず持ってきていただいてます。簡単でいいです。で、簡単でいいって言ったら、本当に簡単な履歴書しか持ってこない方がいますけど、それは OK です。それは全然あのマイナスポイントじゃない。だって僕が簡単でいいって言ってるわけだから、とりあえず持ってこなきゃいけないのねって言って、僕に合わせてくれた、お店に合わせてくれたことじゃないですか。なので、もう本当に殴り書きで簡単でも、持ってきてたら、全然そのポイントはクリアです。すいません、偉そうに、自分がどれほどの立派な人間なんだよっていうのは棚に上げて話してしまいました。申し訳ございませんでした。